教育の法、大川隆法。第5章、信仰と教育について。4、世界の人々を助け、一つにする運動を。日本はこれから苦難の道を歩むであろうと思います。これからの10年は、とても厳しい10年になるでしょう。社長学入門、幸福の科学出版館の前書き、後書きにも書いてありますが、今後は有力な会社が次々と潰れていくような時代が来ると思います。それは2009年の衆議院選挙における選択の誤りの結果です。私はこのままでは国難が来ると警告をしましたが、それを聞いてもらえなかったというか、届かなかった結果なのです。今、社会主義を志向する勢力が政権の中枢を占めているので、これから多くの会社が潰れるような事態に入っていくであろうと思います。そのため、私はこれに対抗するために、宗教にとっては珍しいことですが、経営論も説いています。国が会社を潰そうとしていくときに、潰れないような会社を作るためには、どうすればよいか、ということまで説いているのです。時代が変わり、宗教が経営論、社長学を説かなければいけない時代になってきています。会社を潰さないようにして、成長させるためには、どうしたらよいか、逆風化で成長する会社を作るためにはどうしたらよいかということを宗教が教えなければいけない時期になっているのです。政府はどうしたら企業は成長するかがわからない状態であり、仕方がないので宗教が企業経営の方も指導しています。今後も情勢に合わせて新しい考え方を出すなど、さまざまな提言をしていくつもりです。世論とのギャップは、先の見えるものと見えないものとの違いなので、これについてはいかんともしがたいのですが、先の見えるものには、やはり見えるものとして意見を言う責任があると思います。あまりにも先が見えたものは、現在ただいまにおいて認められないことも多いでしょうが、言っていたことの正しさは、後追いながら必ず検証されてくると思います。時代は私たちが構想している方向へ確実に動いていきます。私は日本国民や諸外国の人々を、苦しい目に合わさないような未来を設計し、実現していきたいと考えています。数年前、総本山、那須庄社の10万平方メートルの広大な敷地に、3年以内に学校を作るという構想を練ったら、3年後にその通りの学校が建ったように、夢は形になるのです。同じように、この国やこの地球上の他の国も、そしてこの世界も、未来の構想を明確にし、それに向けて努力する人々が力を合わせていけば、必ずやその方向に向かっていくのです。これから国内においても、世界においても、しばらくは悲観的な議論が続くだろうと思います。しかし、その中において、私たちはあくまでも光でありたい。あくまでも明るい光でありたい。あくまでも希望の光でありたい。あくまでもこの国の人々の未来を形作れる強い力でありたい。勇気でありたい。この国の良心でありたい。
公平な尺度でもって世界を引っ張っていくだけの強い力を持ち、そして慈悲の心でもって世界の人々を助け一つにするような大きな大きな運動を起こしていきたいのです。そのために幸福の科学の教えを世界全体に広げていきたいと思います。当会は政治的にはややアメリカ等の自由主義圏の方に軸足を置いた思想を持っていますが、中国や北朝鮮の人たちを憎んでいるわけでは決してありません。今彼らも時代の流れの中で少しずつ変わろうとしていることを感じています。それを助け、もっと幸福な世界へと誘いたいと思っています。幸福の科学の信者は北朝鮮にも中国にもいます。中国は公式には5つの古い宗教、括弧仏教、道教、イスラム教、カトリック、プロテスタント以外は認めていませんし、しかもすべて当局の監視下にありますが、その中国本土においても当会の信者は増えつつあるのです。この動きは決して止まりません。中国の人たちも北朝鮮の人たちも幸福になりたいのです。当たり前のことです。私たちも彼らを不幸にしたいわけではありません。幸福にしたいのです。私たちは彼らを幸福にする方法を知っていますが、今のままでは彼らは幸福になれません。したがって彼らに対して手助けをし、幸福にしてあげる必要があります。国際政治や国際経済の中で、いろいろなものと協力しながら、そちらの方向へと導いていかねばなりません。幸福の科学は、どこかの国だけを敵視し、どこかの国だけを味方に考えるような狭い心で活動しているわけではありません。人類全体を少しでも良い方向に引っ張っていきたいと考えているのです。どうかそのことを信じていただきたいと思います。私は個人の自由を最大限に生かすことが国の繁栄や世界の繁栄を導くというような思想が一番良いと考えています。これが地球に責任を持つ者の考え方です。